ジュビロ磐田公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、ジュビロ磐田の大井健太郎です。今回のジュビトークは特別編、ヤマハの DNA 現在と未来への挑戦を見て聞いて触れて体感できる企業ミュージアム、イノベーションロードよりお届けします。それでは今回のメンバー自己紹介でよろしくお願いします。はい、そちらからはい、ジュビロ磐田、ミッドフィルダーエンドアシストです。お願いします。お願いします。ジュビロ磐田アンダー18出身のミッドフィルダー藤原健介です。お願いします。お願いします。まあ、わざわざ藤原くんの方からアンダー18とつけていただいたのは今日のテーマと関わりがありまして、今回のテーマは教えて先輩ということで、ユースのアンダー18の選手から事前に募集した質問を受けてみんな3人で、答えていきたいと思います。ぜひ心よく隠し事なく答えてください。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃああとここの場所、イノベーションロードって言うんですよ、ヤマハの。うん、初めて来たんですけど結構すごくないですか。すごい、すごいですよね。うん、ここ一般の方も入れるそうなんで。だってこれ1台何百万ですんでしょ、多分何千万な。どうなんですかね。あ、奥だって奥。すごいな、ヤマハ。いや強気、ヤマハすごいね。絶対強気だな、ヤマハすごいね。相場が分かんないけど、すごい、今のツッコミやってるのかも分かんないですけどすごい後ろの女性の方がめちゃめちゃ首振ってた。奥違います、違いますって言ってましたね。全万の時はうんうんって言ってたけど、うん、そうなんだ。うん、自宅にでも何台かありますよね、ヤツさん。あるよ。そう、全部あるよ。全部ある、うん、全部ある。大阪、大阪、浜松、はい、別荘。いや別荘もあるんかいって話になりますまずそこからちょっと行くと時間足んなくなっちゃうんで。すいません、はいはい、ちょっと触ってみます、ピアノ。いや、いい、あ、いいっすか。いい、大丈夫大丈夫大丈夫です。じゃあ早速質問の方に移りたいと思います。ディフェンダーのリッキョンスです。守備の時自分よりでかくて強い選手と競り合う時に意識しているところは何ですか。はい、ということなんですけど、まあ、いきなりディフェンスなんで最初ちょっと MC 兼回答者として答えさせてもらうと、どうぞ。まあ、自分もこう J リーグの中だと大きい方のディフェンスじゃないんで、まあ大きい外国人選手、強い外国選手いっぱいいますけど、まあ、そういう時はこうくっつきすぎないように簡単にくるっとこう裏を取られないことを意識してやってます。まあ、あとは弱いって自分で思いすぎないで、強くいくところはしっかり強くいって、もうファウルになってもいい位置だったら相手を潰すつもりでやっております。いや、もうこの質問に対して あの健太郎はもうめちゃくちゃ強いですよ。どういうこと？あ、だからヘディングでしょ。あ、そうですね。そうそう、この質問に対してのケンタロウのあれはもう、はいはい、俺安心して見てますよ。ありがとうございます。大概勝つし、ありがとうございます。大概跳ね返してくれるんで、はい、任したって感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、いいよ。そうですね。まあやっぱりピッチの中とか試合を見てても、まあケンタロウさんより大きい相手とか対峙する時もやっぱりしっかり駆け引きした中で、いかに相手にやらせないかっていうのを考えながらやってるなっていうのは感じるので、すごいなと思います。ありがとうございます。キョンス君ありがとう。キョンス君の質問のおかげで褒められました。では次の質問に行ってみたいと思います。ディフェンダーのリッキョンスです。また出てきたね。おすすめの化粧水を教えてほしいですどう化粧水、やっぱり高校生だからね。そうね、お肌気にするよね。時期だもんね、ニキビできやすいからね。そう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 、気にされてます。やつさんとか使ってますよね。まあ使ってるけどそんなすごい気にはしてない。 あれば使うし、はいはい、もらってますもんね、たまに誰かからもね。そうね、はいはい、なんでなんて言うんだろう、ここっていうメーカーはない。ああ、はいはい、あったもん使う、ね、うん、そこにあるやつ、そこにあるやつだね。自分で買ったりしないんですか。まあ買ってるか。化粧水、はあ、いや最近買ってないな。もらう派。
もらう派人の勝手に使う派まあその光景たまに見ますおすすめな、うん、ケンスケとかの方が逆にそうですね、まあ、高校生の時とか、うん、ニキビ肌なんで、うんまあ、やっぱり皮膚科行ったのが、うん、多分一番肌に効くと思うから、まあ、まず皮膚科行って処方してもらうのが一番いいのかなと思います。結構本格的だね。そうです市販のじゃなくて、はい、それが結局一番いいんじゃないかなと思います。いやそりゃ確かにそれは良さそう。あともうここそんなに広げなくてもいいかと思うから次行きます、うん、そうね、はい、ゴールキーパーの森脇慎一です。試合にベストコンディションで挑むために心がけていることはありますか？大事ですよね、うんうん、どうですか八津さん、何千試合と出てるわけですけど。正直何もしてないあの普段通り行くのが一番いいと思ってるから。そうですね、そうそうそう。だから試合前に、はい、ルーティンもないし、これをしなきゃいけないとか、うーん、で普段やってないのに試合の時なんでやるのって俺は思うタイプやから、うんうんうん、それなら試合の時と同じように練習もやって、うん、ルーティン全部作って試合に行くっていうのを作ればいいんじゃないかなと思うけど、うん、俺はそれが嫌いやから、うんうん、俺はもう普段通り、はいはいはい、夜の試合やっても、うん、例えば夕方の練習の時に午前中、うん、例えばどっかに遊びに行くを試合の当日してもいいし俺は。ああそうなんですか。そうそうそう、行ったら疲れるからやらないでおこうとかではなくて、はあはあ、普段通りにパーンって入るから。へえ、生活、普段の生活の中に、そうそう、今日は夜試合だったなみたいな感じで、そうそう、たまたま試合がここに来たっていうだけの感覚で行くから。だから別に俺は作らないタイプ。でも作る人はちゃんと作って、はいはい、ルーティン、まあ、ルーティンみたいな、そうっすね、これをしておきたいっていうのは作ればいいと思うから、はいはい、自分の一番こう、なんて言うんだろうな、性格に合ったものを作りながら自信を持って挑めばいいかなとは思いますけどね、はいはい、食事面とかはどうなんですか？試合前日だからこれ食べようとかこれやめとこうとかあるんですか？あ、全然、俺試合の昼とかとんかつとか余裕で来てるし。マジっすか全然行くし。本当栄養士の人泣いてますよ多分。多分ね、多分泣いてます、多分、うん、栄養士さんついて多分食べてますもん。ニュースの子たち、寮の選手はね、寮生、そうだよね。いやでもなんかそれすると、うん、それをしなきゃいけないみたいな、あの、あ、寮を出た後とかね、例えば、はいはい、プロになったりとか、はいはいはい、大学学生になって、うん、とかなったら、うん、それをしなきゃいけないっていう、こう、なんていうのかな、こう、縛りが生まれるのが俺は嫌いから、はいはい、あ、それはした方がいいとは思うけど、はいはいはい、まあ、俺自身はあんまり好きではない。あ、そうなんですね、うん。まあ、とんかつも別にがっつり食おうとか決めてるわけじゃないですもんね。たまたまそうなっちゃったら、そうそうそう、でもいいよってことですもんね。たまたま食べたいから食べに来ましたみたいな。はー、まあ、昭和の男なんでね。昭和すぎでしょ、ちょっと。やっぱ前日はカツとんかつみたいなのでいかないと。めちゃめちゃ昭和ルーティンじゃないけど、原は担ぐ、原は担ぐ、とんかつだけは担いでるっていう、原担ぐんかいってなりますけどねそこは。いやでもあれっすね、ヤットさんがそんなん言われたらどう？ケンスケはなんか逆にこうルーティンある派？ない派？いや、ない派です。ない？はい。ちょっとお前乗っかってるだけ疑惑もある。いや、ちょっとありません。昔は、うん、あったんですけど。昔じゃあ何があったの？まあ本当に、うん、サッカーの、まあ、前日練習これやるとかもそうだし、うん、あ、はいはいはい、その私生活で、まあ、例えば爪切るとか、前日に爪切るとかね、とか靴下どっちから履くとかはあったんですけど、もう切りないなと思って確かにね、一個それができなかったら本当ですちょっと不安も残っちゃいそうだよね。でもいっぱいできそうだったんで、うん、もう高校ぐらいからもう何も考えずに、うん、もうそのまま、まあ、やってたんじゃないですけど、うん、まあ、でも音楽とか結構聴いてない？音楽聴きます。そういうのは聴く音楽とか決めてんの？聴く音楽は、ラップ系を聴いてて、うん、ちょっとあのコアモテの人が歌ってるようなのを聴いて、うん、あの自分が強くなったっていうこの錯覚で試合をやるようにしてます、うん、テンション上げてね。やっとさんも音楽聴いてるけど、うん、あんまりジャンル問わずって感じですよね。ジャンル問わずやし、
俺が音楽聴いてる時はケンタロウしか分からんねん若手のやつは。いや夏メロだからでしょそれは誰しかこれみたいなびっくりしますよね。そうなんマジでケンタロウしか拾ってくれないからさしかもやっとさんはこ の, あのイヤホンですかっていうのを使わずに普通にこう携帯で流してるからダダ漏れなんですけどおよそ試合前に聴く歌じゃないなっていう時もあります確かに、ね、だから俺はもう結構 ランダムというか。いや本当そんな感じですよね、うん、そう何でも聞く。別に最新の歌聴かないわけじゃないし、それも流れてる時もあれば俺逆に気になっちゃいますもん。今日どうしたんですかでしょ、はあ、そうなんだ。でもあれ35以上じゃないと気づかないだいたい俺がスタッフそうなんだそうそうなんですって。みんななんかいろいろやってると思いますけど、言うてもというかルーティン化はしないだけで、食事とかはまあ、うん、とんかつとかわざわざ食べる必要はないし、そうね、うんうん、そういうところは気をつけた方がいいかなとまとめさせていただきます。はい、はい、では次、ゴールキーパーの森脇優斗です。食事で気を使っていることはありますか。まさかの、うん、こんな質問でした。ない、ないないっすね。俺はないよ、はいはい、俺は結構気使ってます。奥さんがあのすごく、うん、あのアスリートフードマイスターとかも取ってくれて結構いろいろやってくれてるんで、まあ写真撮って載せたいくらいいつもちゃんとシワしてくれてる。うーん偉いね、はあ、でもそんなんしたらちょっと恥ずかしいからしませんけど、はあ、まあさっきも言ったけどね、まだ寮生なんで全部基本外食はないよな。あんまりないです。そうだよね、はい、だからとりあえず出されたのをしっかり食べるっていうのは意識してやってます。残さず食べる、残さずに、はい、それが一番大事。好き嫌いあります？最近克服しました。何があったの？トマトです。トマトね、わかる。トマトで俺も温めたトマトじゃなきゃ食べれない。あ、本当ですか。トマトアレルギーかと思って検査したけど何ともなかったっすただ嫌いだった。ただ嫌いだけでした。合わなかっただけでしょ。ヤットさんはあるんすか？俺めっちゃある。あるんすか？めちゃくちゃある。何があるんすか嫌いなの？梅干し。梅干し、うん、あまあまあ。梅干しだけはもう絶対無理。チャレンジしたことあるんすか？ある。あるんすか？あるあるある。果実とかこう量だったじゃないですか。俺違う、俺自宅。あ、自宅？そうそうそう。あ、じゃあまあいいか。そうそうそう。でもあの弁当にさ入ってますよね。入ってるでしょ、はあ、あの取った後 の米にさ赤いやつ、やつあれも無理、うん、っていうぐらい嫌い。相当嫌い。本当もうダメなんですね。そうそうそう。そうなんですよ。他はあります？他はあるよ。でもまあ梅が一番ですか？梅が一番ですね。ですね。じゃあ好き嫌いしない方がいいと思いますけど、それが一番。まあ無理して食べなくてもいいということで。うん、はい。僕は大阪の吹田市出身なんですけど、吹田のおすすめスポットはありますか？ちなみに僕は、エキスポシティに通ってました。はい、もうこれはやっとさんしか答えられないんですけど。そうそうそう。あ、うちの息子の先輩なのよ。ジュニアユースです。そうそうそう、ジュニアユースの。そうなんだ。そうそう、キーパーでしょ。キーパーです、うん、そうそうそう。そうなんですか。うちの息子の先輩で、はいはい、そうそう、うちの息子も知ってる。あ、そうなんですね。そうそうそう。でちなみに、はい、エキスポシティは、はい、万博のあの、はいはいはい、スタジアムのすぐ横に大きいショッピングモールができて。へえ、あ、そうなんですか。日本一か世界一高い観覧車がある、はい、そんな相当すごくないですか？相当でかい。全然知らなかったですけど。相当でかいというか高い、はいはい、頂点が一番上、はい、多分ね、でかいも高いも一緒じゃないですか。多分多分。それがあるところに通ってたの、はい、あのこの子はね。はいはいはい。そうそうそう。あ、そうなんですね。で、吹田のおすすめは、はい、いやあるかな。あんまない。万博ってことでいいですか？うん。だからこのモールね、はいはいはい、エキスポシティっていうモールが、はい、多分一番おすすめかな。何でもあるし、買い物できるし、ご飯も食べれるし。はいはい。水族館みたいなのもあるし。あ、そんな大きいんですね。そうそう、でかいの、でかい。だから結構休日、はい、土日祝日はもうすっごいいっぱいになる。あ、そうなんですね、うん、
じゃあこの子実家帰ってじゃあ お父さんとお母さんに聞いてもらったら、ね、もっといいとこ知ってると思います。はい。相当広いです。これはあの、まあ、コンサートとかあのコンクールとか、ね、本当にあの フルコンサート、はいはい、これ4000万ぐらいするらしいです。4000万、うん、2000万。嘘つき。倍言ってた。ちなみにこれはあのヤバングループになったすごい、これすごくないですか。裏側すごいな。ウィンドっていうあのねオーストリアのやっぱ画家の絵を、はあ、クリムトね。絶対知らない。絶対知らないやね。絶対知らないやつ。世界25台限定。おっと、マジですか。じゃあこれはこっちとこっち、こっちの方が高いですよね。ね、当時日本円して、あ、当時とかの、ね、すごいな、はい。でも今だったらもっと価値が出てるとかってことですか。25台しかないんだったら。そうですね。そうですね。え、世界に25ですか。世界25台限定。ああ、いい音してますね。本当ですか。やっぱ25台の音してます。俺中学の時、そういえば悪ふざけで友達がピアノの演奏者に歌声集会的なやつで俺のことを紙に書いてできますみたいなこと先生やって、俺弾きました、そういえば。いや、前奏だけで、隣で先生座って本番は先生が弾いて俺弾くふりだけして。マジでびっくり、弾けなかったのに。頑張って練習したんですけどね。本当に弾けないですよ。ここまでしか分かんない。弾けるじゃん。ここまでしか分かんないです。ありがとうございます。してる？あ、分かります。な、グリーンピースでしたっけ。グリーンピースじゃねえよ。え、何でしたっけ。グリーングリーンでしょ。あ、そうだ。クソバカでしょこれ。やばい、かっこいい顔してクソバカだからね。なしで。